はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは、宮口です。今回の動画なんですけども、今回はですね、ペーパーマリオ折り紙キングの11回目、パート11になります。ピクニックロードですね、前回ピクニックロードに着いて、やり忘れてたところをちょっとですね、戻って、これから先に進めるところですね。で、こちらのタートルオーブ、ボール、4つなくなっちゃったってことなんで、これをですね、集めに、行く感じですね。はい、では早速行きましょう。鼻の調子がちょっと悪くてです、鼻炎持ちなんでね、どうしても鼻の調子がちょっと悪くて、お聞き苦しい部分があるかもしれませんが、何とぞご理解いただければと思います。お腹が空いて力が出ません。マリオさんみたいに湧いてすぐに機能が使えたらいいのに。あらま、かわいいお家が紙テープに巻かれちゃってます。あれだ、きっと中の人も困ってそう。おい、かわいいお家の中の人、紙テープを何とかしたらまた改めて伺います。それまで頑張って。はい、これでお家の人も一安心ですよね。疲れましたけど止まらないんです。パタパタが止まらないってやつね。これはあの宝箱はあれかな、ここがクリアされてからかな。ナイス先生。うわ、すげえ。どういうこっちゃこれ。これとこういうことか。あ、怒ってるのはそんな関係ないのね。はい、続いてハンマー。青、失敗した。はい、バトルボーナース。そうだ、ヒットポイント危ねえから、ちょっとどっかベンチないかな。ここにありそうよね。ないかな。ないんかい。キノピオに戻っても頑張れば飛べるはず。飛べないって、またなんか言ってるしね。なわけないやん。あ、なんか矢印ご丁寧に矢印が。わんわん、私はキノピオタウンでバトルの研究をしています。この先の手強い敵に備え、大博物館のすぐそば、バトル研究所でもトレーニングしませんか。せっかくここまで来たのに、またタウンまで戻るの。それならこの先の見晴らし山にタウンまですぐに戻れる珍しいところがあるらしいです。ということでお待ちしてますわん。あ、今ならキャンペーン中で入会のお客様にとってもいいもの差し上げます。あ、そうなの。いいものがもらえるなんて悪くないかも。っていうか、いいかも。ねえ、もうすぐにこう物に釣られて、こう、え、はい、全部キノピオです。そのがっかりなくならず、かわいそうなキノピオたちをどうかお救いください。はいよ。
お、ハートがあった。助かった。え、くっそ。え、全然ダメなんだけど、なんで。なにこれ、ちょっと。くっそ、やられた。こうやってやって消しといて、よっしゃ。あれ、マリオさんでしたか。つい逃げてしまいました。これ、あの中で見つけました。お礼にもらってください。わ、すげえ。頭使ったやないけ、思いっきり今。おい、やばい、敵いた。おお、これでいいのかな。よし、あ、しまった。こんな感じか。なんかあんな、あそこに。あ、花だった。あれ、埋まってね、これ。ジャリーガートございます。じゃあ先進みますか。多分やったと思うよ、全部。セーブ中。見晴らし山、赤いテープが高い、あのところに絡まっちゃってます。あそこまで登らないといけないの、これ大変だーって。これ灯台だよね。ってことは船乗りさんもこれなのかな。じゃあマリオさん頑張って山登りお願いします。私も懐の中で一生懸命応援してます。すげえな。あれ、これ読む。この先見晴らしタワー、見晴らしタワーへは道に沿って頂上までお願いください。マリオさん、はだよね、やっぱそうだよね。マリオさん、私はこれ伝えたくてずっとお待ちしておりました。だろうと思ったよ。アイアンブーツだ。これはアイアンブーツじゃないとやっつけられないパターンじゃね、これ。敵を並べろ。これをこうして、これをこうして、ハンマーでもいいのか。倒せるかな、ハンマーで。あ、いけたいけた、よかった。
ベンチがある。よし、結構かかるな。あ、治った。ほら、耳を澄ますと川の音がザーザーと心地いいですわね。ザーザーだけじゃなくて魚の跳ねる音まで聞こえるような気がしますわ。あっちまで一気に登るか。なんかめっちゃ宝箱もあそこにあるね。見えてるね、宝箱。え、めっちゃバッタ。ようやくバッタ飛びから解放されました。ありがとうございます。バッタ飛びは気づかった。よし、ありがとうございます。ぴょんぴょん飛びすぎて足がパンパンです。おお、パタパタだ。これでいいのか。はい、あ、しまった。あ、そういうこと。マリオのブーツ、もう一回。はい、なるほどね。で、敵のアクション。これて、あのアイアンブーツにさえどうなるんだろうね。やってみようか。いきます。あ、エクセレントだったら倒せたんだ。はい、ダメージ食らっちゃったからノーダメボーナスはなかったね。はい、これをこうして、これをこうだね。アイアンブーツスタート。よし、 OK。マリオハンマーで、お、いけたいけた。よし、クリアボーナス、バトル成功ボーナスのダメージボーナス、イエス。結構めんどくさいよこれ。こう、こうして、いや、あれ、
やべえ、分かんなかった。やっば。これはこうだな、こうして、こう C のこうだ。よし、はい、クリアボーナス。追っかけてきたけどさ、あれ、あ、何だっけ、助かります。いきます。そうだと基本的なところで分からないことだったら覗いてみてくださいね。はいよ。いやー、マジわかんない。何、どういうこと？あ、これこうして、こうして、こうやん。マリオのアクション、よっしゃー、久々にうまくいったぜ。ウィー、私の猛アピールが届きました。それともまたまた見つけました。猛アピールですね。緑の茂み、あっちにもなんかあるな。そこなんかあったな、今。敵か。ひっくり返った状態でやるの。敵を並べろ。え、マジで。いやー、間違えたかな。やべえ、間違えてる。あ、直っちゃった。敵を並べろ。そしたら、無理ちゃうねこれ。あ、なんか間違えたぞ俺。あ、最悪。しまった。やばいやばいやばい。あー、死んじゃった。
あー、待って、セーブした場所から再開ってどういうこと？どうなってる？あー、あんなとこが絡まっちゃってます。あそこまで登られたらいけない、これ大変だ。じゃあマリオさん頑張って山登りお願いします。私を懐の中で一生懸命応援してます。わかりました。じゃあちょっとこれね、ピンポンパンポーン、キノピオタウンにバトル研究所がオープンしました。はーい、そしたらですね、緑の茂み、ちょっとね、戻りましょう、戻しましょう。はい、これでさっきのとこまで行ったかな。死んじゃうところの前、頂上まで行ったかな。さあさあ、ご用とお急ぎでない方はちょっと聞いてきな。いいえ、そうか、あんちゃんお急ぎのご用があるんだね。今日はそういうものがあるよ。ご用が終わったらまた寄っておきな。お、なんだろう、で多分これこっち行けるんじゃない。やっぱり行けた。ハリボテクリボーゲット。こっちはないね。で多分あの1の赤くてツルツルで珍しい土管ですわ。そういえば珍しい土管がタウンでどの子のってどうかなって言ってたような。多分そうだよね、これだよね、きっとね。あ、しまった。石の下にも何年とやら、我慢していればきっと助けてくれると信じてました。一旦じゃあこれ剥がして帰る。旅の中に入りますか。はい、セーブ中。キノピオタウン。わあ、何この土管がこんなにいっぱい。贅沢。なんか旅の扉みたいになってんな。あ、ここから入れんだ。おお、マリさんお待ちされました。ようこそキノピオタウン大博物館へ。ここではマリオさんが発見した様々なものがジャンルごとにギャラリーに展示してされています。つまりこの大博物館はマリオさんの旅によって展示品が増えていくのです。ちなみにこちらは私どもが発見した唯一の展示品、伝説の古代人キャプテンピオが乗っていたと言われる潜水艇スーパーマリン号です。その他にマリオさんが旅先でトロフィーを手に入れるとここに送られてきます。私の方で預かっておきますので、ぜひトロフィーを見に戻ってきてくださいね。それではよろしくお願いします。はい、ということで町に戻ってきまいりました。確かどこかにバトルのトレーニングでいいものをもらえるんでしたっけ。どこだったかはちょっと落ちちゃったけど、何かもらえるなら行ってみます。ワンワンじゃなくてマリオさん、ピクニックロードで助けていただいたバトル研究所のキノピオです。ここはバトルに役立つ様々なトレーニングができますよ。さあさあ中へどうぞ。ではその前にセーブしよう。
はい、というわけでですね、ちょっと長くなってしまいましたけども、はい、一度君のピオタウンに戻ってまいりました、ね、一回と死んでしまうというトラブルもありましたけども、まあなんとか進めておりますよ。なんで、次回はですね、こちらのバトル研究所から始めていきたいと思います。でまた戻ってですね、はい、先に進めれればなと思っております。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。あ、そうですね、あとアクセサリー、ごめんなさい、アクセサリー屋さんも見に行きたいと思います。はい、では、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ですね、いただければと思います。あと YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のですね、リンクをトップページと、説明欄の方に、ありますので、そちらからの登録もですね、ぜひお願いいたします。ではまた次回以降の動画でお会いいたしましょう。さようなら。